学士は日本の学士の学位の一つであって、高校保健学を専攻分野としたもの等に授与されるものである。なお、当学位は2008年3月に初めて授与された学位であるため、旧来の学士の称号の表記法である、高校保健学士を有するものは存在しない。1991年の学位制度改正によって、 学士の種類を列挙して定めることをやめ、学士と格弧書きで専攻分野を復帰することになった。つまり前述したように、当学位は2008年3月に初めて授与された学位であるため、日本の高校保健学士なるものを有するものは存在しないことになる。詳細は学士の記事を参照。2009年現在、4年生の高校保健学を学ぶ。 大学学部課程は、東京医科歯科大学歯学部、新潟大学歯学部、徳島大学歯学部、広島大学歯学部、埼玉、県立大学健康開発学科高校保健科学、専攻の5校のみである。なお、2004年に、新潟大学歯学部にも、高校保健学を学ぶ学科が設立されたが、当学科は、歯科衛生士の国家試験受験資格以外にも、 社会福祉士の国家試験受験資格も取得できる特色から学士の学士号が授与される。東京医科士科大学士学部高校保健学科佐藤の人、ひ渡辺明里苔口進む福井和弘独立行政法人大学評価学位授与機構における学士の新設について日本歯科衛生学開始に P55 から612007福岡医療短期大学しか衛生学科しか衛生学専攻。ありがとうございます。